木柵駅は過去に農薬として登録されていましたが、現在は失効しており、農薬としては認められていません。土壌改良剤として使われることが多い木柵駅ですが、ではその木柵駅とは一体どのような資材なのでしょうか。今回はこの木柵駅について徹底解説いたします。木炭を作る際に発生する煙の成分を冷やして作る液体を荒木柵液と言い、さらに不純物を除去し蒸留したものを木柵液と呼びます。焚き火の煙のようないぶした匂いがかなり独特で、この匂いが虫よけや害獣よけになると言われています。成分のうち 90% が水分ですが、有効な主成分として酢酸が多く、その他にもアルコールなど約200種類以上の成分が含まれています。酢酸が主成分というだけあって pH1.7 から pH3.7 と酸性が強く、取り扱いには注意が必要です。木柵液とよく似た資材に竹柵液というものがあります。竹柵液は竹炭を作る際に出た液体を蒸留したものです。木柵液との違いは原料が木か竹かといったものくらいで、基本的には同じような成分が含まれています。ただ竹柵液の方が木柵液よりも殺菌力が強いと言われているほか、採取量も木柵液と比べ少ないので、木柵液と比べてやや高額の商品が多いようです。園芸で使う分にはどちらを使っても良いでしょう。木柵液には殺菌作用があるので、うどんこ病やモザイク病、いもち病などカビや細菌による病気を予防することができます。いずれの病気も激発してからの治療は難しいので、こまめに散布することで病気にならないような環境を作ってあげることが大切です。木柵液を500倍から1000倍に薄めて散布すると、果物では収穫後の鮮度が保たれるようになり、サイズも均一化し甘くなると言われています。また葉物野菜でも同じように甘みが増しますので、品質向上につながります。焚き火の焦げたような独特な匂いを嫌って、ネズミやハクビシンといった害獣が近寄らなくなります。また匂いの成分が作用してか、アブラムシや線虫といった害虫に対しても忌避効果があります。作物だけではなく通路などにも散布すると良いでしょう。木柵液に含まれているフェノール類によって土壌中の病原菌を殺菌したり、アルカリ性土壌を中和するなどの効能があります。他にも微生物が活性化することで有機質が豊富な土となり、根の活着や成長が促進されます。木柵液に含まれているアルコール類には堆肥の発酵促進効果があります。牛糞などを堆肥化する際にも使われますが、家庭で出た生ゴミを堆肥とする時にも使えます。発酵が早く進むため堆肥の温度が上がりやすく、切り返しを早め早めに行うのがポイントです。土壌改良や害虫害獣の忌避剤など農業で使うことが多い木柵液ですが、実は日常生活においても嬉しい効果があります。ペットの糞尿を脱臭する時にも木柵液は便利です。200倍程度に薄めた木柵液をペット用品に吹きかけることで、ペットの嫌な匂いを消臭することができます。また散歩中や外界で糞尿の匂いが気になった時は、糞尿を掃除した後糞尿があった場所に木柵液を50倍希釈して散布するだけで匂いを消すことができます。木柵液の匂いは時間経過や降雨で消えてしまいますが、定期的に散布することで野良犬や猫よけにも効果を発揮します。木柵液をお風呂に入れると温まりやすく、新陳代謝が活発になり冷めにくくなると言われています。また主成分である酢酸にはかゆみや炎症を抑える効能があるとされています。木柵液を入浴剤として使うことで新陳代謝アップと肌トラブルの改善が期待できます。ただし使用の際はあくまでも自己責任で行う必要があることも付け加えておきます。木柵液には農業用のものや肌につけても良いものなど様々な種類があります。ここでは木柵液を選ぶときに気をつけるべきポイントについて解説していきます。次の3つのポイントを意識して木柵液を選びましょう。ウバメガシ、クヌギやナラなどの広葉樹から作った木柵液は質が良くおすすめです。商品ラベルに原材料の表示がないものは
どのような木材が使われているかわからないので避けるようにしましょう。高品質の木作液はワインレッドや薄褐色のような澄んだ色合いをしています。沈殿物や浮遊物があるものは整地やろ過が十分でないものかもしれません。木作液の素を6ヶ月以上整地することで有害物質と木作液とに分離します。この有害物質をろ過することで安全に使うことができるようになります。植物の病気予防や品質向上に使うなら原液を500倍から1000倍に薄めて使いましょう。葉の表面だけでなく裏面や茎にもしっかり吹きかけるようにしてください。木作液の殺菌効果によってカビなどの病気が予防されるだけでなく根の張りなども良くなります。月に3回程度の頻度で散布すると良いでしょう。雨が降ると流されてしまうので晴れた日に散布しましょう。害虫獣の忌避目的で使うなら原液を2から5倍に薄めて使いましょう。木作液の独特な匂いを嫌がって害獣が近づかなくなります。通り道や畑の周辺に散布しましょう。濃度が濃いため作物に直接かかると葉が焼けてしまうかもしれません。作物の虫除けとして使う場合は500から1000倍に薄めて使いましょう。土壌改良や発酵促進に使うなら原液を50から100倍に薄めて使いましょう。薄めた木作液を生ごみに混ぜ込むことで発酵が促進され質の高い堆肥になります。また土壌に散布すると微生物の数が増え豊かな土になります。なお土壌改良を目的に散布する際は作物の植え付け1週間前までに行いましょう。脱臭目的で使うなら原液を10から50倍に薄めて使いましょう。ペットの糞尿など匂いの強いものを脱臭するのであれば10から50倍希釈の木作液を使います。独特な匂いと殺菌作用で悪臭を軽減することができるでしょう。なおペット用品や排水口などの脱臭には200倍程度に薄めたもので十分です。濃度が高すぎると痛みにつながるので使い方には十分注意しましょう。木作液は刺激の強い液体です。肌に直接使用することは避けましょう。イボや水虫に効果があるという説がありますが証拠がなく民間療法の域を出ません。闇雲に使用することは怪我につながる恐れもあるので注意してください。保管する際は日光が当たらない場所で保管しましょう。常温でも大丈夫ですが子供やペットの手が届かないところに置くようにしてください。木作液の成分が金属に反応して穴を開けてしまいます。保存するときはガラス瓶やプラスチック製の容器に入れましょう。土壌改良や作物の品質向上など家庭菜園の良い相棒でありながら脱臭や入浴剤など日常生活にも使える木作液は様々な目的で使うことのできる便利なアイテムです。目的によって希釈倍率が異なりますので混同しないよう注意して使ってください。住宅街などで観葉植物や多肉植物の病害虫に悩んでいるという方は特に木作液の使用がおすすめです。肌に対策、貝殻虫対策、病害虫対策など赤や黄色の容器に入った高価なものがたくさん販売されていますがすぐになくなり経済的に大きな負担となります。ここまでこの動画を見ていただいた皆様はもう安心です。うまく木作液を活用して病害虫の被害を最小限に抑えましょう。